皆さんこんにちは。 Do it yourself 自分で作ろうへようこそ。今日は皆さんにサーモマニキュアを使ったアイデアをご紹介します。前回別のビデオで鉛筆にサーモマニキュアを塗ってみました。このように手でこするとサーモマニキュアを塗ったところの色が変わります。もともとは紫のような色ですが、暖かくなるとピンクになります。興味のある方はそちらのビデオもご覧ください。今回は別の色のサーモマニキュアを注文しました。同じ会社から出ていますが色が違います。こちらはピンクと白、こちらが白と薄い青です。 Amazon で注文したものです。本当は自分の爪につけれるかと思って買ったのですが、こちらも工作用のサーモマニキュアです。ですのでまた何かを作ってそちらに塗ってみたいと思います。気分によって色を変えれるものを作ってみたいです。今回はこちらのキーホルダーを使ってみたいと思います。カバンなどにつけることができます。本当はこちらのプラスチックのところを開けて中に写真などを入れることができます。今中には花の包装紙が入っています。今回はこちらのプラスチックの周りにサーモマニキュアを塗ってみたいと思います。このように手で包んで温めると色が変わります。こちらを使います。それでは早速始めましょう。まずはピンクから始めます。とても明るくて綺麗なピンクです。ハートの形に合わせて上手に塗っていきます。暖かくなって色が白くなると、もしかしたら下の花の絵柄が透けて見えるかもしれません。そうするととても綺麗です。できるかどうかとても楽しみです。こちらが乾いたら別の面も青で塗っていきます。青はこのような色になっています。少しピカピカ光る感じでとても綺麗です。皆さんのお好みで今塗ったピンクのところの上に水玉などを打っていってもいいと思います。塗ったところが乾き終わりました。片方はピンクが背景で上に水玉、もう片方は青だけで塗りました。このように光を当てるとピカピカ光ります。とてもいい色です。こちら側が水玉を打ったピンクの背景の面です。片方はキラキラ光っていますが、もう片方は水玉のところが光っています。それでは少し温めて色を変えてみたいと思います。どうなるか楽しみです。まだ色は変わりません。少しこすってみます。少し色が変わってきました。薄くなっています。親指でこすっているところだけがどんどん薄い青になっています。少しずつ白くなってきました。少し手の中で温めてみたいと思います。手のひらでこすってみます。そうすると色がどんどん薄くなっていきます。少し手でこすって色がにじんでしまいましたが、まだとても綺麗な色が残っています。もう少しこすってみたいと思います。どんどん色が薄くなっていっています。中の花柄の包装紙は薄くなっても見えることはできません。ですので中に何を入れてもあまり関係ありません。このように熱で色が変わるので、気分によってぜひいろいろなものを作ってみてください。もう少し力を入れてこすってみたいと思います。
真ん中のところが少し白くなっています。少し時間が経つと元の色に戻ります。この3色のサーモンマニキュアを使っていろいろなものに塗ってみたいと思います。ぜひどんなものに色を塗ったらいいか皆さんのアイデアを教えてください。下のコメント欄に書いてください。まずはハートのキーホルダーが完成です。ぜひ皆さんの感想など下のコメント欄に書いてください。気に入っていただけたらぜひいいねを押してください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。皆さんの一番好きな色をぜひ下のコメント欄に書いてください。他のビデオでもこちらのサーモマニキュアを使っています。ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。